MOS ワード2010対策講座、今回は内容評価基準1、文書の共有と管理について勉強を進めていきます。ここではですね、もうある程度出来上がっているワード文書をどのように保存するのか、あとは保存する上でどのような保護をかけるのか、まあ、こういったですね、結果的に共有につながるさまざまな機能、あとは公開の仕方であったり、あとはすでに出来上がっている2つの文書をどのように見比べるか、さらに進んで、この操作画面の表示の仕方、実はですね、同じ文章でもいろいろな表示の仕方があるんですね。このあたりについてまとめてまずは勉強をしていきます。どちらかというと細かい作業というよりかはそのファイル、そのドキュメントというふうに言いますけれども、そのドキュメントそのものをまずはどういうふうに扱うのかについての勉強だと、そのつもりで話を聞いてみてください。それでは 1-1 の内容から入っていきますので、皆さんは 1-1 のサンプルファイルを開いておいてください。1-1 を開くと代表的なソフトウェアというタイトルのついた文章が開かれると思います。今回はこのファイルを使って操作の方を確認をしていきたいと思います。では順に追ってやっていきます。まずはですね、こちら代表的なソフトウェアというこの画面なんですが、実はこれある表示形式になっているんですね。表示形式の確認は上にあります。今ホームタブが出ていますが、こちら表示に切り替えてみてください。そうすると今は実はこれ印刷レイアウトという表示形式なんだというのがお分かりいただけると思います。要するに印刷レイアウトというのは印刷した時にこのような形で印刷がされますというのが分かる、まあ、そういった形のレイアウトになります。通常はやはりワードで作られた文章というのは印刷するものが前提になっていますので、この形式で編集される方がほとんどです。まあ、そういう意味ではベースの編集画面だというふうに言うことができます。では他にどういった表示形式があるのか確認をしていきます。では続いてこちら全画面閲覧、この画面を表示してみましょう。クリックです。そうするとこのような画面が表示されたかと思います。少しですね、皆さんのお手元のモニターのサイズであったりですとか、パソコンの設定によって表示のされ方は違うかもしれません。ただですね、共通して言えることは、とにかくこの使える画面目いっぱい使って、まあ、複数ページにまたがるような形で、その情報、今書かれている情報はどういうものかを確認できる、こういった画面になるはずです。これによって、まあ、全体を確認して、まあ、ざーっと文章を確認したりですとか、そういった時には非常に便利な機能になっています。こちらの画面は右上の閉じるを押していただくと元の画面に戻ってきます。では続いてウェブレイアウト、これはどういうものか、クリックをすると先ほどあった、まあ、先ほどですと実は A4 サイズなんですが、その用紙のサイズというのを全く無視して幅を目いっぱい使った、まあ、そういった文章が出てくると思います。これはどういう状況かというと、実を言うとこのワードはですね、 HTML、 要するにインターネット上でホームページと私たちが普段言いますが、まあ、ウェブサイトが正しいですね、ウェブサイト用のファイル形式として保存することができる、まあ、そういった機能がついているんです。そのような形で保存して、まあ、インターネットを通じて世の中に公開したとき、すなわちインターネット上で公開したときのスタイル、これがウェブレイアウトになります。ですので、まあ、インターネット上の公開の場合、用紙サイズという概念がありませんので、まあ、画面上幅を目いっぱい使って、まあ、このようなデザインになりますということが確認できるわけですね。まあ、これもですね、使い道によってはなかなか便利な機能になります。では続いていきたいと思います。次ですが、このウェブレイアウトの次、アウトラインを飛ばして先に下書きの方を確認しておきましょう。こちら下書きになると、やはりこれも用紙設定はパッと見ではありません。とにかくなるべくシンプルな状況で文字を入力できる、ですからこれ今薄くですね、少し拡大をしますが、薄くこういった点線が入っている場所があります。これは何かというと、ここでページが切れますよ、そういったマークも目印としてはありますが、どちらかというとこの文字入力をしやすいように、とにかく連続したデータとして文字がどん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 入力できるような、まあ、そういったことに考慮された見た目、これが下書きと呼ばれる状態ですね。
そして最後ですけれども、こちらアウトラインですね。こちらアウトラインをクリックしてみてください。で、アウトラインにつきましては画面の下の方のこちらですね、こちらにもアウトラインの切り替えボタンがあります。どちらでも構いません。クリックをするとこのような形でアウトラインと呼ばれる表示になります。で、アウトラインの大きな特徴はこちら、代表的なソフトウェア、ワープロソフト、表計算ソフトといろいろとありまして、このようなプラスのマークがついていますね。で、さらにこのように下の段もあります。実を言うとワードというのは全てがただの、全て共通の平均的なテキストではなくて、その中に代償関係といいますか、正式に言うと文書構造を持たすことができる。要するにどこが見出しです、さらに見出しのこれが大見出し、そしてここが中見出し、そしてここが小見出し、そういった文章の構造をきちんと持って編集をしていくことができる、そういったソフトウェアになっています。見出しの付け方についてはまた改めて勉強しますので、ここでは詳しく解説をしませんが、実はここ見た目は変わっていますが、ここそれぞれですね、見ていただくとレベル1になっています。そしてこのウェブブラウザーの下、ここはレベルの2になっていますね。ということで、この中で代償構造が成り立っているんです。で、この見出しの使い道、これもまた後ほど詳しく解説をしますが、見出しの構造を持っていると例えば自動的に目次を作ることができたりですとか、あとはですね、順序の並べ替えを見出し単位で行えたりですとか、あとは検索等を見出し単位で行う、そういったことができるようになります。で、今回はですね、このアウトラインのこの画面の使い道として、皆さんに知っておいていただこうと思うのはこちらです。このアウトライン、例えば今こちらですね、ウェブサイトに検索、これがレベルの2になっています。そしてこちら and or、 これもレベルの2になっていますが、この and or not をレベルの3、要するにもう一段階下のレベルに変えてみたいと思います。これは andというふうに書かれている、ここにカーソル、どこでも結構です、この行にカーソルを置いておいた状態で、こちらですね、こちらをクリックするとレベル下げの機能になります。これを一度クリックします。するとこのようにレベルが今一つ、見出しレベルで一つ下がった状態になります。同様にこちらもレベルを下げます。さらにこちらもですね、失礼しました、こちらもレベルを下げておきます。そして操作が終わったらアウトラインの表示を終了するには、こちらアウトラインタブというのが増えていますが、こちらのアウトラインの表示を閉じる、こちらをクリックしてください。こうすることで、元々の標準のレイアウトになります。そして確認をしていただくと、こちら and or not の見た目がですね、先ほどありましたウェブサイトの検索、すなわちこれがレベル2のデザインになるんですが、レベル2のデザインではないレベル3のデザインがこれなんですけれども、こちらのように見た目も変わっています。このようにですね、簡単にクリックをするだけで文章構造を変更することができる、これがアウトラインの機能の特徴になります。ただですね、授業の順序として、やはりこの見出しの説明をあまり詳しくまだしていませんので、またですね、この見出しの機能について説明をする機会があります。その後にもう一度ですね、このアウトラインについて見直しをしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。では続いてまいりたいと思います。今現状やってきたのがこちら表示タブのこのあたりの話でした。で、さらにですね、この操作をする上で、この画面を拡大したい、縮小したいというシーンがあると思います。そういった時に使う機能について確認をしておきます。表示タブのところにこちら 100% やズームというボタンがあります。このズームというのをクリックしてみましょう。そうするとこのようなズームの設定画面が表示されます。当然ここ倍率を 200% として OK を押すと、このように画面が拡大して表示されます。特にですね、ワードの中で図を扱う機会、何か描画、図形を書くとき、そういったときにはこの機能、非常に便利な機能になっています。逆にこれ、ズームを下げていく、
例えばこの同じくズームのボタンから 75% にしてみましょうか。このようにすれば全体がもう少し見渡ししやすくなりますね。さらにこのズームの機能をもっと細かく設定をしようと思いますと、画面の右下のあたり、このあたりにプラスとマイナスのボタンがあります。ここスライダーをドラッグ、左のマウスを押しながらズルズルっとスライドをしていただく。これで拡大縮小率を変えることもできますし、あとはこの 100% とか何%と書かれたところ、ここをクリックできるようになっています。ここをクリックしていただくと、先ほどと同じこのズームの設定画面表示することができます。先ほどの表示タブにいちいち切り替えなくても、この画面の右下からこのズームの設定画面というのが表示できるんだというのもぜひ覚えておいてください。さらにパーセンテージの指定だけではなくて、こちらですね、ページの幅を基準に表示、文字列の幅を基準に表示、ページ全体を表示、さらには複数ページの表示、こういった基準での倍率変更、要するに自動調整ですね、自動で倍率を調整してくれる機能もついています。これもですね、ぜひこの後確認をしておいてください。以上がですね、画面のズームに関する確認でした。それではですね、さらに続いて参りたいと思います。次は複数のウィンドウをどのように表示するかという機能についてです。まず複数のウィンドウ、例えばですね、今から一つファイルを開いてみたいと思います。ファイルを開くときにはこちらファイルタブから行います。ファイルタブをクリックして開く、こちらをクリックしてください。するとですね、このようにファイルの一覧が表示されるはずです。もしも、こちらの画面表示されていない方は、サンプルファイルが、保存されている内容評価基準1のフォルダを開いてください。そして今回はこの中から代表的なソフトウェア、こちらをクリックします。そして開くを押してください。そうすると代表的なソフトウェアというファイルが表示されました。パッと見あれ同じかなというふうに思うんですが、実は先ほど使っていただいた 1-1 のファイルとは異なるファイルです。ではもう一つのファイルはどこに行ってしまったのかというと、これ実はこれ今全画面で表示していますね。この画面の裏側に表示されています。では画面切り替えてみましょう。やはりこちら、表示タブを表示してください。そして表示タブのこちらにウィンドウの切り替えというのがあります。こちらをクリックすると今開かれているファイルが一覧で表示されます。今ですと 1-1 と代表的なソフトウェア、この2つが表示されていますね。今は代表的なソフトウェアが表示されていますので、こちらにチェックが入っています。では 1-1 の方をクリックしてみましょう。するとこちら 1-1 が表示されました。まあ、確認方法としてこちらですね、タイトルの部分見ていただければファイル名が確認できます。ではですね、この2つ本当に同じなのか違うのか確かめてみたいと思います。通常の整列というのはどういうふうにやるのかというと、こちらですね、整列というボタンを使います。まずはクリックしてみましょう。整列、これを押すと上下に2つのファイルが並んで表示されます。ですので、まあ、これでそれぞれにこのようにスクロールをしていただいて確認をする、まあ、これは一つの方法としてはありですね。2つの画面、2つのファイルを同時に表示する、これはこれでなかなか便利な機能です。ですが比較ということになるともっと便利な機能が存在します。では今度はそれをやってみたいと思います。今度はこちら並べて比較、これをクリックしてみてください。すると今度は左右に表示されました。そして並べて比較、このように一緒にスクロールをして、おやこの辺が違うぞというのが、お分かりいただけると思います。このように並べて比較という機能を使うことで、さらに、まあ、詳しくといいますか、さらに、細かくチェックをすることができるんだ、これがまた一つ便利な機能になります。さらにですね、操作をしたいのですが、ここで一つ、注目していただきたいところがあります。少し、今の操作とは話が外れますが確認してください。今画面を左右に分けました。必然的にですね、このタブの幅
失礼しました、リボンの幅ですね、リボンの幅が狭くなりましたよね。するとこの辺りのボタンの表示が変わったのお分かりいただけるでしょうか。実はリボンインターフェースの一つの特徴で、この画面の表示領域、この幅に合わせてボタンが増えたり減ったりする、まあ、減るというのは少し言い方が違くて、本当はグループ化するといった方が正しいと思います。実は先ほどのあれ比較するというボタン、どこかに消えてしまいましたね。ですがこれ、この表示、ズーム、ウィンドウと順番に見ていくと、こちらウィンドウの中にありました。このように幅に合わせてグルーピングをして、この操作をしやすくしてくれる、これがまた一つリボンインターフェースの特徴になるわけですね。ぜひ覚えておいてください。ですので皆さんの画面、私が今使っている画面とはまた少し違うかもしれません。それはボタンの並びが違うよという人につきましては、実はこれと同じ理由なんですね。皆さんが使っている画面の方が表示領域が広い場合、設定上広い場合には、こちら上のボタンがより多く出る。逆に私と同じ画面サイズで使っている方については同じようにボタンが表示される。これについてはもうマイクロソフトオフィスのもう完全なる仕様になりますので、ご了承をお願いします。では話を戻します。現在これ並べて比較というのを使っています。そして並べて比較のすぐ下に同時にスクロールというのがありますね。こちらがオンになっている状態ですので、実は一緒にスクロールをしていたのですから、これ同時にスクロールのところだけをクリックして外すと片方だけがスクロールするようになります。このようにですね、それぞれでスクロールできるようにもなります。ただし並べて比較はそのまま残っていますので、左右のウィンドウで表示されたままです。よろしいでしょうか。ではですね、こちらの画面を一度、まあ、どちらでも構いません、最大化をしてみましょう。するとこれで並べて比較は解除の状態になります。並べて比較のところもう一度クリックをしていただくと、先ほどの整列をしていた状態に戻りますので、もしこうなってしまった方はもう一度これ最大化、このボタンですね、これを押しておいてください。よろしいでしょうか。以上がですね、整列と並べて比較の違いになります。よろしいでしょうか。でさらにです、さらに続いてまいりたいと思います。次はこちら分割という機能です。この分割、まずはクリックしてみましょう。クリックをするとこのように何か不思議な線が出てきたのをお分かりになるでしょうか。このようなグレーの線ですね。そして自動的に画面の中央にマウスカーソルが移動します。この状態でマウスのボタンは一切押さずにマウスだけを上下させてみてください。そうするとこの横線がくっついてきた状態でこう上下するのがお分かりいただけると思います。実はここが仕切り線、分割の仕切りになります。ではある程度真ん中だなと思えるところで一度クリックをしてみてください。するとどうでしょう。このように画面が2つに分割されました。上は上でスクロール、下は下でスクロールできるのがお分かりいただけると思います。でこの時注意していただきたいのが、先ほどもう一つファイルを開いていましたよね。今私の手元は 1-1 で使っていますが、もしもですね、代表的なソフトウェアで使われている方全然構いません。とにかく今2つのファイルが開かれていますが、この分割についてはそうではありません。1つのファイルの中を2分割するんだ、先ほどの整列や比較との違い、理解しておいてください。例えばこの場合ですね、1つの文章を2画面に分割していますので、まあ、上の画面に1ページ目、そして下の画面はスクロールして2ページ目と離れたところ、しかし同じ文章、こういったものを確認するときに使えるのがこの分割という機能になります。分割の解除はこちらにある分割の解除、こちらをクリックしていただければ解除できます。さらに分割ですが、こちらのボタンからではなくて、ここですね、画面の右上、少し分かりにくいですがこのマイナスのマークのようなものがありますね。マイナスのマークの上にマウスカーソルを持っていって下に引き出すようにドラッグ、こうすることでこのように分割をすることもできます。どちらも結果としては同じになりますので、お好みの方を使っていただいて結構です。では分割の方を解除しておいてください。
さらに今分割をしましたが、分割とは別に一つのファイルをそれぞれですね別の部分を確認しながら操作をする方法というのがあります。それがこちら、新しいウィンドウを開くという機能です。これもまた少々ややこしいので確認をしてください。もしですね、それではですね、今こちらが 1-1 ではなくて代表的なソフトウェアのファイルになっている方は操作皆さん揃えていきたいと思いますので、ウィンドウの切り替えから 1-1 を選んでおいてください。では参りたいと思います。この状態で新しいウィンドウを開く、これをクリックしてみましょう。するとですね、画面が一瞬ふわっとした画面が表示されて、今同じものが出てきました。しかし上のこのタイトルのところを確認すると 1-1:2 というふうに表示されたのをお分かりいただけるでしょうか。実を言うと、今この新しいウィンドウを開くというのを使ったときに 1-1 の分身のようなファイルがここにもう一つできた、こんな状態になっています。確かめてみましょう。先ほどから使っている表示タブのウィンドウの切り替え、こちらをクリックしてください。そうするともう一つファイルが開いているの、お分かりいただけるでしょうか。 1-1-1 と 1-1-2、まあここがコロンで切り替わっていますね。で、これはどういうことかというと、ウィンドウを先ほどのように整列してみましょう。整列、そうするとまあ今度はまあ3つに整列してしまいますね。しかし 1-2-1-1で代表的なソフトウェアと3つある状態になります。で、それぞれを編集することが、まあ、できるという状態になっています。 1-1 も 1-2 も代表的なソフトウェアもです。で、じゃあ代表的なソフトウェアとこの一番上に来ている 1-1-2 何が違うのかと言いますと、実を言うと 1-1-2 の方で編集した内容は後々自動的に 1-1-1 にその編集内容が統合されます。一方でもともと別ファイルであるこの代表的なソフトウェア、これについてはいくら編集をしたところで 1-1 のファイルには当然統合されません。ここが大きな違いになります。別にファイルを作るのと新しいウィンドウで開くの違いはそこなんですね。ではですね、ちょっと分かりづらい画面になってしまっていますので、一度最大化をしておいて、ウィンドウの切り替えでこの代表的なソフトウェアを表示しましょう。で、これは閉じてしまいましょう。代表的なソフトウェアはちょっともう邪魔なので一度ここで閉じます。はい、するとですね、ウィンドウ 1-1-1 と 1-1-2 この2つになったと思います。そしてこれそれぞれの画面で編集を行う、例えば、まあ、先ほどのように整列をして2画面を表示して、まあ、編集をしてももちろん構いません。使い方は自由になっています。例えばですね、これ今 1-1-2 を表示した状態で、このワープロソフトというところ範囲選択をしてください。範囲選択の仕方ですが、こちらですね、また後ほどやりますけれども、マウスカーソルのスタート地点に持っていってドラッグ、左のマウスを押しながらズル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 と言ってください。そして指を最後左のマウスボタンから離します。押しっぱなしにしてずっとドラッグをして最後指を離す、これで範囲選択になります。そしてですね、まあ一番単純な操作ということで、このホームタブからこれ文字を赤くしてみましょう。フォントの色を赤くします。どこか関係のないところ、今範囲選択していない別のところをクリックしていただくと、範囲選択が解除になってワープロソフトのところが赤文字になったの確認いただけると思います。そして今操作したのは 1-1-2 ですよね。ではこの 1-1-2 のファイルをこのタイミングで閉じてしまいましょう。閉じる。すると、このような形で 1-1 という一つのファイルに統合されます。このウィンドウの切り替えを見てみても、このように1-1しかもう残っていません。1-1-1、1-1-2という表示はなくなりました。そして
出来上がりを見てみると、このように先ほど編集をしたワープロソフト、ここが赤文字になっているのがお分かりいただけると思います。よろしいでしょうか。このようにですね、新しいウィンドウを開くというのを使うと、先ほどの分割以上にですね、分割ですとどうしてもこの上下方向に2つに分かれて操作をするしかないんですけれども、こちら新しいウィンドウを開くを使った場合には、同じ文章をウィンドウの切り替えをするだけで、例えばウィンドウの1つ目は1ページ目、ウィンドウの2つ目は2ページ目を表示しても、簡単にいちいちこのページをスクロールしながら画面を切り替えるんではなくて、もうパッパと切り替えながら編集をすることができる。今回のデータはまあ2ページしかありませんので、さほど影響を感じませんが、これが非常に長い文章だったときにですね、1ページ目と50ページ目を交互に編集しなくてはいけないと、そういったときには非常に便利な機能になるというのがお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。それでは最後にですね、グループ文書について確認をして、ここの章を終わりにしたいと思います。グループ文書についてはちょっと分かりにくいので、画面ご用意しましたので、こちらをご覧ください。グループ文書というのは何かというとですね、この一つのワード文章をこれグループ文書として捉える、そしてこの中には複数のサブ文章が含まれているよという考え方、これがグループ文書という考え方になります。これどういうことかと言いますと、もともとあるグループ文書の中に、例えばこれ文章1、文章2、先に入ってしまっていますが、そうではなくてこのような形ですね、もともと別に保存してあった文章にこのデータをこのグループ文書に取り込むという操作ができるわけです。こうすることによって、どんなメリットがあるかというと、こちら要するに、もともとは別のデザイン、もともとは別の書式で作っていたものが取り込むと同時に、このグループ文書、共通のデザイン、まあ、さらには共通のその見出しの書式とかですね、こういったものに合わせた状態で取り込むことができる。これが一つメリットになります。ですので、まあ、例えばそれぞれサブ文章単位で担当者を決めて、別々に文章を作って最後にきれいにまとめる、そういった操作をするときにですね、今までですと一つの文章をまあみんなで回して操作をするですとか、あとは最後にまあ泣く泣くですね、一つ一つ細かく設定をし直すとか、そういった作業が必要だったんですが、このグループ文章をうまく使うことによって共同作業がやりやすくなった、そういったメリットがあります。では操作上はどうやって使うのか確認をしていきたいと思います。このグループ文書の扱いはですね、この印刷レイアウトでは利用できません。アウトラインに切り替えてください。アウトラインに切り替えます。そして現状こちらですと、ワープロソフト、表計算ソフト、 www ブラウザというふうに並んでいます。この表計算と www ブラウザーの間にプレゼンテーションソフトという文章をサブ文書として追加してみたいと思います。サブ文章の追加をするには、まずは追加したいところの直前、今回であればここですね、ここを選択、要するにクリックしてカーソルを置いておいてください。そしてここから文書の表示をクリックです。文書の表示をクリックすると、ここでサブ文章を作成したり挿入したりするためのツールが出てきます。そして今回はもうすでにサブ文書用の文章はご用意していますので、ここから挿入ボタンをクリックです。挿入、そしてもう出来上がっているこのプレゼンテーションソフト、こちらをクリックしてください。そして開くです。そうするとですね、このような注書きが出てきます。要するにこちらでですね、スタイルの調整、ただまあこの時点でスタイルの説明をしていませんので少し難しいとは思います。まあ、スタイルというのは、まあ簡単に言ってしまえば見栄えを統一させるための機能です。ですから、まあ、このグループ文書に見栄えを揃えますかという意味合いだと、ここでは理解しておいてください。そしてここではその通り、見栄えを揃えますということで、ここ全て変更で結構です、こちらをクリックしてください。するとこのような形でプレゼンテーションソフトが追加されました。ではこのアウトライン表示を閉じてみましょう。そうするとこのようにプレゼンテーションソフトの文章が
この前後と同じデザインで入ったというのが、ご理解いただけたのではないかと思います。よろしいでしょうか。以上、少し長くなりましたが、文章のさまざまな方法での表示を、一通り確認をしてみました。それでは、その問題について、これから少し時間をとってやっていただこうと思います。ここまでの内容でレッスン1からレッスン9まで、アウトラインについて学習をしてきましたので、それをもとに取り組んでみてください。それではどうぞ。